藤村です。今日もね、ビットコインの今後の価格についてポジティブなニュースがたくさん出てますので、その辺を紹介してチャート見ていきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産増やしたい方は今のうちにチャンネル登録お願いします。はい、ビットコインについては昨日はあまり大きな動きがありませんでしたが、まあ、今後の価格としてはね、結構強気のね、リサーチみたいなの結果みたいなの結構出てますので、紹介していきたいと思います。まずですね、昨日紹介したのがスタンダードチャータード銀行っていうね、まあ、イギリス系の銀行が、まあ、2025年までにビットコインが20万ドル、2800万円ぐらいですねって予想が出ていました。で、同じ、この銀行がですね、ドナルド・トランプがアメリカ大統領選で勝った場合は年末までに12万5千ドルっていうかなり強気の予想を出してるんですよね。あと3ヶ月しかありませんけど、でもカマラ・ハリスが勝利した場合は7万5千ドルと、その辺が目標値になるだろうということで、まあ、スタンダードチャータード銀行のジェフ・ケンドリックっていうデジタル資産研究責任者が、まあ、言及してましたと。やっぱりトランプが勝った方が、まあ、ビットコインにとってはいいよねっていうのはありますよね。で、あとは、まあ、最近そのアメリカで、まあ、0.5% の利下げがありましたけども、やっぱりそれは結構ビットコインにとってプラスになるって話が出ていて、すでに、まあ、先週も、機関投資家向けの仮想通貨上場投資商品の資金フローは、まあ、ちょっと流入しているってことにもなっていますし、あとは、ビットコインはブレイクアウトの時が来ている、過去の半減期サイクルから仮想通貨アナリストが指摘っていう記事があったんですけど、これおなじみのツイッターのレクトキャピタルなんですが、半減期からだいたい154日から161日経った後に猛烈なイナゴが発生してきたよっていうなんか過去データがあって、今が半減期から157日らしいんですよね。そう考えるとそろそろ大きなね、上昇ラリーみたいなのが始まるよねっていうことで、まあ、サイクル的にそういうね、分析も出していました。はい、あとはまあ9、10、11月、12月っていうのはまあ結構半減期の年だと、大きな上昇、2桁パーセントの上昇になっていることが多いので上がりやすいよねってことを、まあ、レクトキャピタルの方も言ってましたね。はい、あとはやっぱりアメリカの FRB 利下げ受けて回復傾向ですよっていうリサーチをね、コインシェアーズのリサーチ部門の人が、まあ、発表してますと。まあ、さっき言った通り、まあ、仮想通貨の資金流入もあるし、まあ、特にね、ビットコインに対する、まあ、資金流入がやっぱり中心となって今強いんですよね。で、あとは金持ち倒産、貧乏倒産の著書で有名な、ロバート清崎さんもアメリカの利下げで金、シルバー、ビットコインの価格は上昇しますよってことで、まあ、ツイートしましたと、ああいうことですね。まあ、この人はずっとまあそのビットコインとかゴールドとかシルバーに対して強気の人なんですけど、まあ、利下げでより、ね、上がりやすくなったよねって言ってます。まあ、これは僕もね、そうだと思ってます。はい、そんな中、まあ、ビットコインは堅調なんですが、ビットコインのドミナンスが若干低下していて、まあ、アルトコインシーズン到来予測ということで記事になっておりました。なるほどね。はい、まあ、こんな感じになっていて、ビットコインとイーサリアムを除いた仮想通貨時価総額のトータル3ってのが、まあ、下降チャンネルになっているんですが、そろそろ上にブレイクしそうだよねって話になっていて、まあ、ブレイクしたらどこにも資金入ってくるんじゃないかって話なんですけど、今ね、アルトコインシーズンインデックスってね、アルトがどれぐらい盛り上がってるかっていう、まあ、指標があるんですけど、まあ、それで言うと今結構まだ下の方で39なんですよね。ただまあ下がったら上がる、上がったら下がるっていうのを繰り返してるので、まあ、今ね、アルトコインのこのシーズンインデックスが20以下ぐらいまで下がっちゃう時あるんですけど、まあ、39ぐらいまで上がってるし、まあ、どっちかというと今ちょっと上がってきてる形になっていますので、まあ、このまままた上がってきてね、この75のラインとかまで到達するときには、まあ、アルトコインがね、大きく上がるようなね、ラリーが発生するんじゃないかということで、まあ、そろそろアルトについても上がってくるんじゃないかっていう分析に出てましたね。はい、ということで、まあ、結構ビットコインに対しても強気だし、まあ、アルトコインもそろそろじゃないかっていうね、まあ、期待の声が出ている状態です。
チャート見ていきましょう。まずビットコインが63,700ドルですね。まあ、昨日はあんまり大きな動きがありませんでしたね。はい、相変わらずこのチャンネルがまあ継続している状態で、まあ、どっちかっていうと今はこのチャンネルのまあ上側にはいる状態ですね。で、移動平均線2つ上に抜けているので、まあ、どっちかっていうとはあの上昇トレンドの途中っていう感じなんですけど、まあ、どっかでまた株価とかがドカッと上がるような動きがあれば、うん、またこのね上限の68,000ドルぐらいまでタッチしそうですよね。まあ、さっき年末まで125,000ドルトランプが買った場合っていうのはありましたけど、125,000ドルだと今から倍ぐらいなんですよね。まあでもビットコインって倍ぐらいまで行くのに1ヶ月ぐらいで到達したりとかもあるので、まあ、そんなむちゃくちゃな、ね、予想じゃないかなと思いますね。あ、日本円だと1800万円ぐらいになります。で、カマラハリス買った場合の予想で75,000ドルっていうのは1080万円ぐらいですかね、今の為替だと。だからあのカマラハリスの場合は、まあ、史上最高値ぐらいで止まってしまうということになっちゃうんですけど、年末の時点ではね。はい、まあどうにかトランプ買ってね、その10何万ドルというところをね見てみたいですよね。はい、うん、まあ、とりあえず上昇トレンドなんで、あの上には向きやすいかなと思います。そのチャンネルのブレイクを試す展開になりやすいとは思ってます。はい、で昨日はイーサーソラナ、推移、あたりを見たので、ちょっと今日はね違うものを見ましょうかね。 XRP はどうなった？あ、やっぱり上のね線をブレイクできずに、なかなか苦労しているっていう状態ですね。で、BNB はふわーっと上がってきてまして、まあ今604ドルですよね。なんかこう3回ぐらい試して逆三層みたいな形形成して上がってきているので、このままね、史上最高値の721ドルぐらいか、を目指しそうな動きにも見えますよね。はい。テレグラムが逮捕されて、ちょっと厳しそうなトンコインは、まぁ、あ、ちょっとディセトラみたいな形になっているし、移動平均線よりも下に行ってるので、まぁ、あ、ちょっとかなり上値重たくなりやすいかなと思いますね。はい、カルダノ。カルダノもね、こうずっとこうずるずると、まぁ、あ、平行チャンネルみたいな形で、まぁ、あ、下に落ちてますが、まぁ、あ、チャンネルを上にブレイクしたら強いね、上昇トレンドに向かうかもしれませんね。はい、ポルカドットとかは。ポルカドットとかもなんかもうオワコン気味な感じもしてるんですけどね、ファンダ的にもね。まあ、大底張ってますね。ちょっとこれも厳しそうですよね。この1年間の上昇を完全に打ち消す、全戻ししてますから、まあ、次、本格的なバブルがあったとしても、21年の最高値は超えないじゃないかなと思いますね。21年の最高値が、まあ、今 4.5 ドルなんですけど、50何ドルとかってところなのか。55ドルか。今から10倍以上ですよね。きついかなって感じですね。はい。まあ、20ドル、30ドルぐらいまでの上昇だったら全然想定できると思いますが、使用された高値更新する感じのチャートじゃないですよね。はい。ということで、まあちょっとまとめまして、ビットコインについては、まあやっぱり利下げの、おかげもあって、上がりそうだよねという意見が多数になっておりますし、トランプが勝った場合はなおさらね、1800万円ぐらいまで上昇しそうだということもあります。金持ち倒産、貧乏倒産のロバート清崎も、強気の意見が出てますし、ビットコインも強いんだけど、まあ、アルトコインとかも、なんかじわっとね、指数的には上がってきているので、そろそろアルトコインの強い上昇のターンもまた復活するかもしれませんという話でした。はい、あとキャンペーンとしては、ZoomX の方でですね、僕とコラボしたキャンペーン今やってますので、興味ある人はコメント欄の一番上から登録してみてください。今日の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。また明日。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。